Not again. Why are they doing that? Yummy.
Oh, she meant an wedgie. Cool. Or lazy, I should say. Her version is going to be. I knew it.
What was his nickname again? Silver Streak?
Ooh, all the princesses. Well, two of them. I wonder if we'll get to see Siege. I haven't seen him in the cutscenes yet. I forgot that she knows Reflector. Ooh, Pumto.
Ooh, Claudia, nice. I'm missing two. Nah, she's not gonna outdo me. Come on. Damn it, she's good. Got loads there, didn't even know what happened. Damn it. She actually helped me, actually, though. Thank you.
Crap. Oh. Oh, that's me that's getting them. Ah. Damn it. Oh, it's building chains getting up, just doing it that way though. Shit, don't want to put it there either. Let's go.
No, you don't. Oh crap, she did. God, thank you. Feels like this is an actual proper multiplayer game at this stage. Can't see what I'm doing. I just wanted to continue the story. Wait, what's lineup? I never noticed that. Thank you.
Another time. I might even think about someone else. これがヨルムンガンドに対抗するミルミラージュの概要となります。
やはり大方予想した通りだけど、こうして見てみると凄まじい規模の作戦になりますね。状況は把握しているからこうなった事情も理解はできます。でも本気なんですか？あ、大規模な徴兵によって帝国軍の兵力は激増しています。現時点でおよそ120万、開戦までにもう少し増えるでしょう。対して共和国軍はどんなにかき集めても80万、対抗して徴兵を行うにしても先の選挙で政権自体が不安定だ。加えて兵器の性能差に圧倒的な物流の差もありますね。飛行戦艦や主力戦車の性能差も現時点ではエレボニア側が有利、気候兵軍の存在も大きいでしょう。ええ、ベルヌ社の生産ラインが追いついていないというのもあるけど、それ以上に帝国はこの数年の積み重ねを全て戦争のために投入できる。そうなると2年前の内戦も布石だった可能性があるわけね。ええ、間違いないでしょう。4年前の我が国での異変、14年前の百日戦役すら大地の竜の遠大な布石だったと私たちは結論しています。くすったれが。その大地の竜を制するのがミルディーヌ公女の千のかけろ。共和国軍、リベール軍、レミフェリア軍、バイスラント決起軍、さらにレマン・オレドの義勇軍にクロスベル、ノーザンブリアの抵抗勢力、それら全てを連携させる対帝国軍括弧撃破作戦ですか？うん、その通りだ。先ほど出たように我がカルバードの総兵力は80万人、そこにバイスラント決起軍10万人が協力する形となります。さらにレミフェリア公国軍の総兵力が8万人、リベール王国軍の兵力がおよそ12万人となりますね。加えてレマンとオレドの義勇軍が2万、クロスベルやノーザンブリアから1万、完全に非公式になるがアルテリアからも3万が見込まれている。当然両兵も投入するつもりだ。大小様々な団に打診、総兵力4万を見込んでいる。それら全てを合わせると120万。ようやく大地の竜と同数まで持ち込める計算になるな。真の意味での世界大戦、クロスベルの抵抗勢力、ソーニュさんたちか？ああ、ミレイユからちょいと話は聞いてたが。ノーザンブリアでの動きもこれだったんだね。ええ、帝国軍に組み込まれた元北の両兵たちの動き。レマンにオルドの義勇軍、州兵たちを当てるということか？ええ、そういった情報はすでにこちらにも入っていました。しかもアルテリア報告、七曜教会の本山まで動くとは。例のロジーヌが言ってた。ああ、天霊省直轄の総兵長が動く段取りになっているのだ。無論帝国軍の技術的優位や結社の存在も大きいでしょう。それ以前に別個の軍事組織を連携させる難しさもあります。そのため会合で決定したのが本作戦の要となる人事です。リベール王国軍カシウス・ブライト中将、閣下に千の陽炎作戦の最高司令官をお願いすることになりました。凄まじい手を考えやがるな。教団掃討作戦でも総指揮を取った。おまけに過去帝国軍を破った
当代最高の軍略家ですか。やっぱりそうなるのか。それを父さんも引き受けたのね。その作戦が何をもたらすのか全部分かった上で。ああ、史上最大規模の戦争、莫大な数の戦死者に民間人の被害も相当数出るだろう。数十万、場合によっては数百万の犠牲者が出るかもしれん。そんな、うん、そうなっちゃうかも。帝国が一方的に勝つ展開にだけはならなくなるとは思うけど。キーヤ、そう、言うまでもなく最悪と言える選択肢だと思います。ですが、共和国侵攻の真の狙いが2つの司法に関係するもの、そして帝国が飲み込んだ地域が呪いに侵されるとなれば話は別です。やめ、表と裏の連動。このままでは帝国は共和国を飲み込み、全土を呪いで染め上げるだろう。そうなれば最後、周辺諸国、そして大陸全土を飲み込んでいくはずだ。大いなる一だったか、究極の存在を生み出す目的のために。それだけは避けなくてはならない。最悪の選択肢を選んだとしても、何よりも世界を終わらせないために。元より帝国に端を発する話、賛成はとてもできませんが、皇帝家の人間として了承しました。姫様、これが今回の会合の結論だ。我々が集まった理由も理解してもらえたのではないかね。その上で諸君らに問いたい。本作戦に同意するか否か、さらに協力してもらえるかどうかを。当然相談すべき相手が他にいるなどの事情もあるだろう。だが時間がない。この場をもって返答をもらいたい。遊撃士協会特務支援課、そして7組メンバーを含むトールズ士官学院の3社にな。Oh, look at Rin. What do you want from me? 自分たち特務支援課はあくまで旧自治州警察の一部署です。各国の方針に反対できる立場でもなく、事態の深刻さも理解しているつもりです。ですが到底作戦には同意はできません。この事態を何とかするための可能性、あくまでそれを探っていきたいと思います。いつかクロスベルが自治と独立を堂々と取り戻せるようになるためにも。そうか。遊撃士協会も作戦に同意はできません。私たちは支えるコテ、民間人の安全と保護を第一とします。といっても首脳の皆さんがその結論に至った理由もわかるから。だからレマンソーホームに掛け合って民間人の避難準備をしてもらいます。同時にロイド君たちと同じく、私たちなりに他の解決の糸口を探る、それが私たちの意思です。エステルさん。未だ行方不明者も多いため、トールス全体としてではありませんが、トールスの7組として改めて意思表明をさせていただきます。世の礎たれ、思えばその言葉が自分たち全員の根底にずっとありました。無論大戦の果てに呪いを制し、後輩の中に礎を見出す方法もあるでしょう。ですが呪いは絶対ではありません。
目に見えぬ大きな流れに翻弄されながらも抗い手をつなごうとする人々は大勢いる。自分たちはそれを見てきました。世界にとっての保険は必要でしょう。そちらは千の陽炎にお任せします。ですが自分たちもギルドや支援家同様、第三の道を見出したいと思っています。呪いが引き起こした事件への対処、そして七の総国にどう向かい合うか。残された時間はあまりに少なく、可能性があるかどうかすらわからない。ですが一歩一歩踏みしめつつ前へ。それが亡きオリバルト殿下が目指していた道でもあるでしょうから。リーンさん。そうね、オリバルト殿下が目指されていた道か。やれやれ、甘いというか若いのう。だがいつの時代も世を変えるのは若者にバカ者か。加えてよそ者という説もありますな。いずれも枠組みにとらわれぬ存在。考えてみればオリバルト殿下は全てを満たしていらっしゃったのか。そうですな。そしてその精神は確実に次の世代へと受け継がれている。皆さんのご意思拝聴しました。千の陽炎はすでに動いていますが、互いに配慮できればと思います。作戦への参加は不要だが、できる範囲での協力はお願いしたい。情報共有や民間人への配慮などな。少なくとも大地の竜よりは互いに協力し合える余地は多かろう。リベール遊撃士協会に特務支援課、かつて大事件を解決した英雄たちが何をやってくれるか興味深くもある。恐縮です。英雄ってのは面早いですけど、協力できそうなところはお願いします。はあ、一時はどうなるかと思ったが。厳しい状況も再確認したが、果たすべき使命も見えてきたな。ええ、戦争開始までにできること、うん、たとえ戦争が始まってもやれることはあるはずですよね。ああ、それも七組やトールズとしてどう動くか、教官たちの総国と合わせて見極めていく必要があるだろう。はい。調子出てきたじゃねえか。まあ少しばかり楽観的すぎる気もしますけど。同感だよ。今のってこの声以前聞いた。現れやがったか。見食らう蛇が執行者ナンバーゼロ、カンパネルラ、お出ましね。やってるみたいだね。噂には聞いてたけど、そうそうたる顔ぶれじゃないか。ねえ、そうでしょう。ベル、結社の使徒、寝台山中、皇女殿下、並びに各国の首脳方もごきげんよう。初めての方もお久しぶりの方もいらっしゃいますわね。ディーター氏のご令嬢か。噂には聞いていたが、今や犯罪組織の最高幹部か。いやはや大胆不敵な娘だの。それは同感だけどね。シェリー、お前さんも人のことは全く言えないじゃないか。娘、やっほー、盛り上がってるみたいだね。西風の旅団参上するぜ。シャーリー、てめえ。団長、ゼノとレオもいるみたいだね。それだけじゃないぜ。工房本拠地の時と同じとは思わないことだ。失礼いたします。シャロン、ジョルジュ君。
ここで来たか。先輩レクター。よ、二人とも久しぶりだな。お嬢様、皆様もご無礼をお許しください。あん、あのまま風にはめられていればよかったもの。最後に僕から挨拶させてもらいましょうか。殿下。セドリック、どうして。いやあ、久しぶり、アルフィン、ディーンさん、クルトたちも。リーブスではやってくれたようだね。自業自得でしょ。エリゼさんたちまで巻き込んで。ああ、これも奪い合い、総国と同じというわけだ。今回の件はオズボーン閣下から僕に一任されていてね、千の陽炎の合意をことほぐ意味でも念入りに挨拶させてもらいますよ。今のはハッキング。ええ、結社ご得意のアストラルコードの介入システムかと。ベルト道化師の仕業ね。だとしたらかなりまずい状況みたいだね。うん、来るよ。これってまさか帝国の飛行艦隊か。いや違う。こちらブリッジ、緊急連絡します。9時方向からシンクの飛行艇が8隻接近。その後方には280アーチ級の巨大飛行船を確認。そいつはまさかリベールの異変で現れた。ええ、見食らう蛇が所有する史上最大の戦闘飛行空母、赤の箱舟グロリアスよ。Remember this music, but can't remember which game it appeared in. Gilbert, of course.
Oh, you don't give me Estelle? I suppose I have these two anyway, so... Yeah. I can only carry two. Fine. Oh, okay. Oh, the girls' team. Team C, I guess, or is it just team A and B? ってのが出張ってそうだ。ああ、間違いねえだろう。強化良品はギルバートたちか。レンドはともかく、人形兵器は厄介ね。あの程度の小物ごとき、返り討ちにして差し上げますわ。アッシュ、クルト君も改めてよろしく頼む。任せろよ。了解です。殿下を止めるためにも。ユーナちゃん、アルテナさんも改めてよろしくね。はい、エリー先輩、最善を尽くします。それではこれより三者合同ミッションを開始する。 A チームはウゲン、 B チームはサゲンだ。現在地は仮想後方エリア。それぞれ侵入者を迎撃しつつ上層後方甲板を目指してくれ。ああ、まさか早速こんな機会が訪れるなんてな。よろしく頼むぞ、リン。ああ、こちらこそ、ロイド。
アーツ駆動。Ah crap, they can cancel. Ah crap. That's gonna be tough.僕が相手だ。行くよ。マイル。うなれ。ラフリング。今だ。そこだ。僕が相手だ。僕が相手だ。
切り裂く。そこだ。やり出せ。行くぞ。今だ。続いてくれ。了解だ。やばいな。そこだ。遅い。行くよ。大したもんだぜ。いや、まだまだ未熟さ。まだまだこれからだ。悪くねえな。すごいな、リン。さすが八王に連なるというか。行くぞ。どういたしまして。俺の番だな。そちらこそさすがの身のこなしだ。負けられない。引くんだ。今だ。そこだ。行くぞ。はあ、僕が相手だ。行くよ。Oh, that gives them battle points one up too. Yes. Ikuzo. Yes.吹き抜けの回廊、終点から甲板に上がれるはずだ。お前が2年前お姫様と逃避行した道だね。ああ、さっき話していた。くぞかわした。若灰色の騎士、失礼する。バニングス捜査官も久しぶり。
こはすでに狩り場。この先の甲板はあまりに遠い。撤退をお勧めするのはいかに。面白い。漆黒の牙、灰色に青の騎士、和歌の相手もできるとはな。攻撃開始。赤きサソリの一撃、その身で受け止めてみるがいい。やあ、so a certain percentage of health are just to defeat them, I think. Ah, oh, come on. Already?
That's not looking good. This anyway, so. Oh, and I have two Wild Rage parties, so I need to think, guys. Oh, I could have put them on my team. Oh, it wasn't on my team. おととい来やがれってな。 まだいけるぜ。
ね。えいよっ、どれ、えそこ、やそこ、はぁ、行きます。えいそこです。
くわよ。詳細データゲットです。